ええやん。最後にもう一回。あかん。ここで妥協したらもったいない。ラス1上げろ。ラス1いける。いやすんません、桜井君頑張るから。僕もつい熱が入ってしもて。おお、富士山の乗りについていける子がガチ勢の子だ。このジムなぜか運動部出身の人少なかったもんな。急に営業熱心に。運動は好きなんですが目標は特には。どうです、皆さんも父親の威厳を示すためにもバルクアップメニューを。戦うパパはかっこいい。よかったら友達とかも誘ってみてさ、みんなで楽しくやろうや。なんでわざわざお金払って疲れに行くんすか。とか言いそうだし、とりあえずいろいろ鍛えてみるか。鍛えるといえばこっちも新しいことに挑戦しなくては。ただいま。おかえり、お父さん。もうすぐご飯できますから。おお、もうお腹ペコペコや。へえ、よかったね。お父さんのジム若い子珍しいんでしょ。へえ、いいよ。おじさんばっかなんでしょ。孤立しそうでやだ。あら、いつ？またいつもの木曜日のお昼でいい？今度は煮魚を覚えたいって。大丈夫、準備しておくわね。将来ええ嫁さんになれそうやな。先輩男だよ。そうしんと、ちゃんとお仕事行ってください。お母さん、今日の晩ご飯何？これっていつもの？余計なこと言っちゃったな。これまた今回も親父だけ盛り上がって長くなるやつだな。母さん、早く晩飯にしてよ。みんなお父さんに冷たない？不良みたいな喋り方って小学校でからかわれたからもう使いたくないの。関西電気法、ほんとだ。なぜか普通に読めない。